TBC 夏祭りへ行こう。ドロシーリトルハッピーのコウミです。ミモリです。マリです。ルーナです。カナです。チヒラです。なんだよね。さて TBC 夏祭り2011キズナ宮城スマイルアゲインは今月23日と24日の2日間、仙台市高等大公園と石巻市石巻専修大学で開催します。ドロシーのみんなが TBC 夏祭りのおすすめポイントを書いてくれています。じゃーん。まずはかなちゃん。はい、アワツアナと菊池アナがオリジナルニューニュー体操を披露してくれます。はい、菊池アナと2人で頑張ります。そしてルーナちゃん。絆を運べ、自転車山本号です。山本義之アナウンサーが山本町から石巻まで自転車で駆け抜けます。頑張って。そしてマリちゃん。運ぶあなたの思い、支援物資収集です。衣類、靴、子供用の文房具をお持ち込みください。そしてみもりちゃん。はい、今こそラジオの力、 TBC 32時間ラジオです。サンドイッチマンさんをメインに様々な方が出演しますよ。そして最後にこうみちゃん。はい、星に願いを、短冊で結ぶ絆宮城プロジェクトです。短冊はホームページからダウンロードできますので、ぜひご協力くださいね。 TBC 夏祭り2011を震災から立ち直って前へ進む一つの転換点としてもらえればと、スタッフ一同準備に取り組んでいます。今月23日と24日は TBC 夏祭り2011絆宮城スマイルアゲインにぜひお越しください。待ってます。